秋の園遊会が開かれ、天皇皇后両陛下や長女の愛子さまなどが金メダリストと歓談されました。園遊会には各界からおよそ1400人が出席し、両陛下は柔道男子の阿部一二三選手ややり投げ女子の北口榛花選手をはじめ、パリオリンピックの金メダリストなどと歓談されました。プレッシャーで体調が優れなかった。むしろプレッシャーかかってる方が自分は力が出るので、はい、なんか楽しまれた。すごい充実してました。良かったですね。東京オリンピックまであまりスケートボードの機会がなかったですけれども、本当にそれ以来を見ていて、とてもいい競技だなというふうに思います。そう言ってくれてすごい嬉しいです。見てないとわからないような質問とかもすごくしてくれてたし、親近感っていうかもあって、いい体験になったなって。初めて和装で公務に臨んだ愛子さまは、スケートボードの堀米雄斗選手や吉澤ココ選手に新しい技への挑戦などを質問し、北口選手には試合中のカステラについて、おやつも気分転換なんですねなどと話しかけられました。